アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、しょうこです。今私は DVD 撮影で都内のスタジオに来ています。今回のおすすめのシーンなんですけれども、だいたい私はお酒を飲んでおります。その中でも、鍋を食べてるシーンがあるんですけども、とっても美味しい鍋だったのでぜひ皆さんもその映像を見ながら一緒にお酒を飲んでください。DVD は本当におすすめシーンがたくさん入っておりますので、見ていただけたら嬉しいです。以上、しょうこでした。撮影中一番楽しかったことは何ですか？楽しかったことは、まあ、私基本お酒飲むのが大好きなので、そのお酒飲み普段飲んでいる姿をこう演じられていることが一番楽しかったです。撮影中一番大変だったことは何ですか？大変だったことはベッドの上で、ストレッチをしてるんですけれども、立ってストレッチしてる時にバランスがちょっとバランス取るのが難しくて、それが一番大変でしたね。毎日欠かさず行っていることはありますか？この DVD の中にもあるんですけども、毎日風呂上がりは、ボディクリームを塗って、必ず保湿をしています。あとはちゃんとストレッチもして、毎日リラックスした状態で寝るようにしています。家に帰って最初にすることは何ですか？まず最初に洋服を全部脱いでしまいます。はい、その洋服を、はい、全部脱いで洗濯機の中に入れて、部屋着に着替えて、それからくつろぎます。パンツを脱いちゃうんですか？パンツだけ残します。仕事が休みの日は何をして過ごしますか？今は、体を動かすためにジムに行ってプールで泳いだりとか、あとはそうですね、ゴルフを始めたのでゴルフの打ちっぱなしなどに行っています。いつも持ち歩いてるアイテムは何ですか？イヤホンですね。はい、ちょっと無音で過ごすのが嫌なので、常に時間があるときは音楽を聴いて、自分を高めたりだとかリラックスしたりだとかしてます。ストレス発散のリラックス方法はありますか？ひたすら美味しいものを食べ歩く。もうその時はもう普段は節制してたりとか、まあ、撮影前はちょっと食事の制限したりするんですけど、もうその時だけはもう何も考えずにひたすら食べたいものを食べてます。一日男性に生まれ変われるなら何をしたいですか？まず体をまじまじ見たいですね。とりあえずまんべんなく見て、まあ、とりあえずあ、こんな風になってるんだっていう風に理解した上で、銭湯に行きたいです。銭湯の男湯の世界をちょっと堪能したいです。はい、好みの異性のタイプは教えてください。タイプはまあたくさん笑ってたくさん食べる人、あとはなんか尊敬できる人が、まあ、一つでも尊敬できる部分がある人がタイプですね。うん、筋肉とかじゃないですね。筋肉とかじゃないですね、まあ、触り心地いい方が私は好きです。じゃあ理想のデートプランはどんなものでしょう？まあ、家でまったり過ごした後に、まあ、2人で美味しいもの食べ行ったりだとか、あとは温泉旅行とか行きたいですね。ご主人熊本、はいはい、ご出身の熊本でよく遊びに行かれていたところは、はい、もし答えれる範囲で教えていただけますか？熊本は町って、まあ、みんな熊本の人は言うんですけれども、町っていう商店街というか繁華街があって、まあ、そこにはいろんなお店があって、その町が一本の通りになっていて、大体そこの通りで遊びますね。はい。ご自身は S と M どちらだと思われますか？ S ですね。しょうこの S ですね。まあ、というのはそうで、まあ、どっちかというとどうなんですよね。 M 結構なんか命令されたりだとか、これやれよとか言われるのが
好きだったりもするんで M だったりするのかな。うん、多分 M だと思います。今後挑戦してみたいお仕事はありますか？なんかあの体を使った仕事をやりたいなと思っていて、まあ、例えば山に登ったりだとかバンジージャンプとかスカイダイビングとか、そうやって自分の体をこう全身で使えるような仕事ができたらいいなと思ってます。最後にサイトの読者へ一言お願いします。はい、私の初の DVD 撮影をしました。本当に内容盛りだくさんで最初から最後まで楽しめる内容となってますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。